はい、それではいきます。3、2、サーバーさん TV は犬がうるさいずっとキャンキャン言ってますね。元気です ね、 ね、狙われてるんじゃないですか。 狙われてます犬の姿からかなと。あ、なるほど。さあ本日はですね、はい、鹿児島県鹿屋市の霧島ヶ丘公園に来ております。そうなんですね、すごいね、うん、広い公園で、ね、はい、ピンクが似合うこと本当ね。ちょっと季節に合わせて、うん、35だからピンク結構外してたんですけど、ああ来ましたね。久々に来ました。ここに来たら着るしかない。これ私服だったんですね。やめてください、やめてください急にやめてください。どうしました。私頭の中が春爛漫でございます。さあ行きましょう行きましょう行きましょう。ちょっとね公園見てまいりましょう。私すげえ透けるから中にショッパー透けるんですか。あ、透けるんですよ。なんかちょっとテンション上がってるじゃないですか。おっぱい透けてますよ。だって見てわダーダーの見てもいいんですか。なんですかダーとかって語彙力のなさ。置いてこ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 。バイバイ。あなたちょっとなんか頭が痛い。訪れたのは鹿児島県鹿屋市の霧島ヶ丘公園。緑豊かなこの時期に訪れるにはぴったりの場所ですね。こんにちは。なんていう名前なんですか。あ、ガウナです。ガウナ、ガウナちゃん。由来は何なんですか。ガウナの、あ、いたずらっ子ってドイツ語です。おしゃれな、またいたずらっ子っていうドイツ犬種なので。あ、そうなんですね。あ、そういうことなんですね。いつも来られるのか、お母さん。はい、あの夕方は向こうの広いところにみんな来るのでドグランカー代わりに使ってます。いいですよね、ここ家近いと。ここあれ、山県さんにもちょっと懐いてきてるじゃないですか。そうね、ずっとね触り心地がいいな。触り心地がいや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 、あと呼び込み方ですよ。何ですかそれ。あ、人がいっぱいいますよ。本当だ、桜がね、素敵。桜の花びらをさ片手でさ、はい、キャッチできたら両思いになれるみたいなさ、ジンクスあったの知ってる。え、知らない。何ですかそれ。何ですか。知らないです。流れてきたこういう桜の花びらを片手でキャッチすると両思いっていう、はい、撮ります、撮ります。あ、落ちて落ちて落ちて。そういうのに乗ってくれるんですね、山野さん。え、山木さん今誰を思い浮かぶ。ちょっと待ってちょっと待って、呼吸掴もうとする感じじゃないですか。そうそうそう、いるんですか。まず両思いになりたい人はね、まずそこですよ。そこそこそこ。あ、まずでもダンスだったら誰でもいい。ちょっと待って待って。みんな下手じゃないですか。いや、これ難しいやって。なんか言ったことから本気にやりなさいよ。私動体視力いいから、田舎育ちなんで。来てやれば。ちょっと待って、来た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 。どこ、はい、どこ見えない、見えない。あ、すいません、花火客多いからする遊びじゃないと思うんですよ。え、これすごく難しい。難しい、こんな難しいですね。わっしゃー。あ、片手じゃない。片手でしょ今。ちょっと待って、一気になんか急に来ましたよ。あ、これ、あ、そうか、片手じゃないとダメなんですよね。え、今片手でしょ。あ、添えただけなんだから。ほら今見ました、私片手でキャッチしたの。やめてひどい。いや、でも2人とも取ってもさ、2人とも同時に取ったら俺もほら1人しかいないからさ。おめえちゃん、おめえのじゃねえ。行きましょう行きましょう。俺も1人しかいないからさ。生のじゃねえ。行きましょう。こんにちは。お花見ですか。あ、いいですね。楽しそう。友達同士で。あら、急にね、まだおばちゃんって畑におったんだよ。人携帯で、はい、いいよいいよ桜見に行って。あ、花見しようとしてたのに呼ばれて。ノリがいいですね。あ、確かに女子会だ。女子会。ホランドから帰りにおとか食べに行こうやって、このメンバー。いつもお話しするときは何の話が多いんですか。まあ、みんなグランドもしてるし。あ、グランドゴルフ、うん、グランドしてるし。そう、やっぱりみんなが共通の話になって。いや、めちゃめちゃいいじゃないですか。楽しそう。楽しいですよ。皆さんでも30代後半ぐらい。ちょっと待って、大爆笑じゃないですか。よう当てられましたね。まあ、今も80年を超えて、そうですか。旦那さんの悪口とかも言うんでしょうね。もうそれが一番やっぱ言うんですか。それは鉄板。誰もいな
ないの、みんないないの。あ、そうなんですね。お亡くなりになって、うん、あ、そしたら今、うん、ああしとけばよかったってなってね、どんどん帰ってくる。なる、いなくなっても言われるんですね。いや、いいですね。今度は逆にね、元気な時はなんであんたが自分でせんでよって言うけどさ、いなくなったらかわいそうだった、あんなに強がりやがって、ね、もう死んだ後から、うん、いい話です ね、 いい話本当。桜と賑やかなおばあちゃんたちの会話を楽しむひとときでした。さあ、この後は実践です。ザ・女の戦い、森本レオ子 VS 手島優。さあ、ということで今回私が MC をさせていただきます。何の企画をするか、今見ましたよね、はい。料理とかだったら自信がありますよ。私も料理だったら自信あります。あ、そうなんですか。そんなものは一切見たくありません。制限時間2時間、はい、で大当たり回数勝負となっております。はい、あ、じゃあ私有利だ。なんでパチンコプロンスも、いや、まあ、分かります、うん、それは分かりますけど、はい、プロって別にそんな勝つわけじゃないでしょ。そうですね。わー、知ってるこの人。そうですよ。じゃあ意気込みをね、二人に聞いてみたいと思います。まずはやっぱセクシーダイナマイトボディをお持ちの手島優さん。私、はい、私は、うん、いいですよ、いいですよ、絶対負けない。いいですよ、いいですよ、絶対負けない。さあ、そして和歌山が生んだ妹っ子女子、はい、ちょっと待って、もうちょっとあるかな。なんか私もセクシーなんとかみたいなのないですか。早く意気込みで、ね、もう時間ないんだから早く。年齢層は高めが得意です。森本レオ子です。さあ、ということでこの2人で今日はね、ザ・女の戦いやってもらいますけど、はい、さらに今回こういうものを用意しております。はい、じゃじゃん、どっちがセクシーですか。ちょっと待って、これ絶対、絶対私不利じゃないですか。これはですね、このお店にいるお客さんたちに聞いて、はい、どっちがセクシーかのアンケートを取ります。それもポイントになりまして、はい、お当たり回数と合わせて。ちょっと待って、だってグラビアアイドルさんですよ。レオ子もでもなんかちょっと、いや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 、なんですかこれ、これなんですかこれ。え、これずるい。この説明しまず、この説明しよう。最終的にはこのポイントもね、お当たり回数のポイントと合わせて、私これで負けたら本当にクラビアアイドルとしてのさ、いや、そうですよ、そうですよ、このポーズに負けたことになりますからね。ですよね、本当に。クラビアとこんな、そうですからね、このポーズ。ませんからね、ダメですか、これ。あ、なんで言ってみようか、僕はもう1個入れますから、ここに、あ、もう1ポイント。ちょっと待って、ありがとうございます。え、ちょっと待って、パクらないでくださいよ。ありがとうございます。パクらないで、ちょっと嬉しい。やめた、やめた。さあ、最終的にこの勝負どうなってるんでしょうか。じゃあ早速、ね、はいはい、対決の方行ってみたいと思います。さあ、二人準備はいいですか。はい、チリです。パチンコにも、はい、セクシーにも勝ってください。はい、はい、それでは行きましょう、実戦スタート。はい、はい、牛音とトラ、打ったことあります、手島さん。これ一回打ったことあります。これそうなんですね。まあ、最終決戦チャレンジっていう、はい、このチャレンジが79分の1ぐらいで当たって、その後ここでね、抽選するんですよ。いや、これが嫌なんですよ。なんだ、いや、これ嫌ってなる。難しいんですよ。ここで手島さんとヤマキンに同時にチャンス到来。最初に最終決戦チャレンジまでたどり着くのは、横暗くないと。でも今のところそこそこいいです。赤い矢がめちゃめちゃ刺さってる。あ、回っとる。それでちょっと 50% ぐらいある背景ですね。なるほど。でもリン、これ熱い、これ熱いです。急に急に、これがあのウシトラリーチって一番熱いリーチ。ウェヒー、わ、ちょっといきなり来た。いや、これ来たかもしれないですね。タイトルが赤になれば、赤になりましたね。赤なんだよ。熱いですよ。ある、これ当たるんじゃないですか。当たってくれ。トインが赤だったらまあ当たりますね。えい、これ絶対当たると思います。やった、あの赤の矢印、赤、ね、90% ぐらいあるんで。で、すいません、僕も回ってる、回ってる。あの、すいません。あ、熱い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 、赤ボタン、えい、おお、すいません。これで最終決戦です。すいません、すいません。な、な、なんですか、なんですか。え、僕も熱いんですか。僕も、いや、僕も最終決戦いきました、あれ、一緒ですね。ほぼ同時ですね。ほぼ同時。それじゃあまずはヤマキンの最終決戦から行ってみようか。いや、全く一緒のタイミングで当たった。あ、右打ちになった。さあ、ちょっと頼む、頼む、頼む。この画面になってからでも大丈夫です。あ、もう大丈夫ですよ、ここ、弾入ったんで。はい、やりました。あー、取れた。
外れた、俺外れた。もう騒がないでください、マキさん、黙っててで、この玉が V に入れば V、V、V 入るときは、おお、弾かれた、弾かれた、弾かれた、怖い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 、わわ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 わ、これ一発で、いやめっちゃ惜しい、一発で入ったら相当運いいですよ。トゥルンって、入った、入った、入った、素晴らしい、やったー、すごい、一発だ、いやいやマジで。この後レギュラーかウストラボーナスかでかなり違ってくるんで、なるほど、これ切り捨ててバーンとなればウストラボーナス、バーン来い、バーン来い気合がすごい、言い方、言い方、あったすごい、やったやったちょっと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 右打ちしちゃう、そうです、いや、そんな簡単に当たらないですよ、21回転え、こんな早く当たったの人生で初めてですよ、俺地味に俺外れてますからね横で、ちょっと待って、まさかパチンコの方でそんな先制パンチ食らうと思ってなかった、いや、そういうもんですよ。さあここからも見せ場、手島さん連チャンなるか、ね、1回転しかないんで、いやそれが超怖い、1回転しかないので本当にリーチの発展先大事、もう大丈夫です、はい、打たなくて、え、めっちゃ怖いよ、これすごい緊張しますよ、沈みたい、この後ですね、あのババババババと出なくてもこれ熱いです、熱い、本当熱い、熱い、上から2番目なんですけど、よし、これ大丈夫じゃないか、2番目と3番目で全然違うんで、本当当てろ、これかなりいいですよ、うっそ、大丈夫だ、行くか、行かないで、行かないで、あー、行って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 、行って、あー、まだ分かんないんです、これそうなの、結構残るんですよ、残ってもっと、あー、やった、外れた、やっとやね、今ね、いやだんで対決してるんですもん、対決、対決とはいえね、どんどんどん、ここでヤマキンから提案が、レオコも、はい、グラビアやってみたらどう、パチンコ界初の、うん、やるんですかねえ、だからこの動画のショートカットって超グラビア向きですよ、あ、そうらしい、はい、今セルフ式の DVD がすごいから、え、何ですかセルフ式って、カメラをもうそういう彼と見立てて、あなたお帰りって、あ、なるほどなるほど、ちょっと今一瞬だけやってください、パチンコ彼氏と家に来たシーン、あ、彼と、はい、ちょっと勉強させてもらいます、勉強させ、先輩お願いします、勉強させていただきます、どうぞ、さっき出た、見てた、え、なんで、え、見てなかった、なんで、寂しかった、でもね、もっと出す、なんやろ、めっちゃ笑えるやん、めっちゃ笑えるの、何ですか、でもね、そう、私がやるとちょっと笑いなんですよ、だからもうやんなくなりました、やんなくなっちゃった、よろしくお願いします、見て見て、先読み入ったのちょっと青なんだけどさ、ちょっと熱いんだよ、あ、どうかな、どう思う、当たると思う、お前セクシーさゼロやないか、普通に状況説明してんだっけ、当たると思う、見て見て、電熱保留ガセったんだけど、そんなやつおらんわ、私とあなたの恋もガセ保留ダメだダメだ、遊んでばっかりいないで、ちゃんと真面目にパチンコ打ってよ、こうやって低く、低くじゃダメですか、するとようやくレオコにチャンスが、あ、熱い熱い、これは多分いけましたね、最終決戦いけたと思います、連打ボタンの赤はかなり熱い、あんだっていけますよ、末広がりの8です、だってよかった、最終決戦行った、いや、 やっぱりパチンコで勝ちたいですからね、まあね、本業でしょ、本業です、イメージは大丈夫です、よっ、いいところに当たっても直角に90度で、あ、いやいやいや、うわ、今いい感じだった、いい感じだった、あ、ダメだ、外れた、ダメだ、ギリギリセーフじゃあ、 今のところ、はい、大当たりは手島さんだけ、はい、なんですが、うん、言いましたよね、セクシー対決もありますから、そうだ、はいはいはい、アンケート、はい、それ僕今から行ってきますんで、え、
2人はパチンコ打っててください、はい、僕があのアンケート取ってきます、はい、セクシー対決もポイントになるから思わぬ逆転劇があるかも。お願いします。なるべくおじいちゃんに。すごい出てるお兄さんがいる。ちょっと声かけてみようかな。あ、2人で来られてるんですか、はい、あ、ちょっとですね、質問なんです。どっちがセクシーだと思いますかっていう質問で、今手島優さん、森本涼さん2人いるんですけど、セクシー対決は手島さんが有利でしょうと思いきや、レオ子にも票が集まってるようで、あ、レオ子がなんと2票。そんな結果になっているとも知らずに、こちら2人はというと、絶対勝ちたいよ。変なの引いた。え、これ一応当たりなんですけど、うん、ほぼダメな当たりなんですよ。え、そうなの。実はなんかあの79分の1でこの V の最終決戦なんですけど、うん、319分の1で、あ、これ？そう。わお。もしこれ別の北斗とか打ってたら、うん、図柄が揃ってたのにみたいな確率の当たりなんです。つらい。これ当たりにカウントしないです。しない。します？やった。え？これも1ポイントカウントしてくれるみたいです。そうなの？やりました。やべえ。一応これ玉が出てきてますからね。よかった。じゃあ今2対1だ。やりました。よかった、1ポイント稼げた。なんでここで手島さんにもチャンスが。おお、しかもゾーン入った。これかな。おお、これもほぼ大丈夫です。うそ、レンタだ。一番最初にやったやつだ。あ、赤い。めっちゃ熱い。いや、大丈夫です、大丈夫です、いきます。え、1体残ったよ。大丈夫です。でもさっき残ってたもんね。おー、やりました。イエーイ。3回目ですよね、最初。イエーイ。パンと。わー、どうなの。緊張する。あー、すごい、入ったー。イエーイ。あー、レギュラーボーナスすごい。でも2回目の当たり、惜しくもレギュラーボーナスだったけれど、ここからの手島さんの動きに注目。手島さん、もっと大当たりさせないとまずいかもしれませんよ。お、赤いぞ。おお、まただ。出た赤。大丈夫です、大丈夫です。もうゆっくり見守っててください。赤にしてくれたよ。わー、熱い。あ、これです。やり、ここで来た。すごい震えてる。やこれが槍です。あ、すげえ。はい、やった。人のでも面白いもんな。そうなんですよね、うん、つい喜んじゃう。すごい、天才。やったー、天才。入ったー。すごい、すごい。4分の3ですよ。やった、嬉しい。いや、これ本当いい台だ。ダーン、ダーン。開いた、素晴らしい。すごい、もうパチンコで勝つのは無理だ。その後、牛トラゾーンへ。すると、僕弱かったね。リーチが強いっす。本当？あー、光ってる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 。マジか、光ってる。すごい、ズズズズズズって言ってるよ。もうこれもう追いつけないよ。お、ブエ、すごい、素晴らしい。レンちゃん、レンちゃんゲット。嬉しい、嬉しいね。嬉しい、嬉しい、嬉しい。お人になります。おい、えあーはー、やったー。ズゴーン出てきた。そうなんですよ。ズゴーン出てきた。そうでしょ。びっくりした。これ打ってればいいんですか。また2回1セットで15ラウンド15ラウンドなんで約3000発ですね。どう、強いよね。え、強い。よかった、激アツ。それは大丈夫やね。やり刺さりました。お、もいちゃが、いや久しぶり。もう勝負負けてもいいから一回ぐらい当たりたい。よかった、やりました。長かったな。
ここで一気に逆転させてみてよ。母の愛で母の愛を受け入れ受け入れ体制バッチグーですよ。私の包容力が分を招くはず。待て待て待て、よし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 、しのいだしのいだ。悲しい。外れた。外れました。反抗してたね、今。左側に反抗したね。ここで追い打ちをかけるように。マジ？今ので当たる？マジで？すごい。落ちたじゃない、起きた。いやー、すごい。お見事です、でも。嬉しい。まだまだ連チャンは続くけど、ここで終了。まだセクシー対決のポイントが残されているから、レオコの逆転劇もありえるかも。出しますね、出しますね。ありがとうございます、ありがとうございます。結果発表。お疲れ様です。さあ、ということで今日はザ・女の戦いということで、はいはい、2人がね、投げしました、はい、まずはパチンコ対決の結果を、はい、それぞれじゃあ大当たり回数を発表してください、はい、まずは手島さんからお願いします。私は11回です。あ、素晴らしい。ありがとうございます。さあ、そしてレオコが私1回です。ということでパチンコ対決は11対1で、はい、手島さんのね、ボロ勝ちでございます。ありがとうございます。じゃあ行きますよ。お願いします。ここは負けたくない。マジで敵の挽回を。いい戦いだな。え、そうなの？敵の挽回をお願いします。どっちがセクシーか、アンケート結果発表します。はい、結果はこちら、はい、手島優発表、トリコレオコ2票。ということで、トータル手島さんが19ポイントゲット、で、レオコが3ポイントゲットで、手島優勝利。ありがとう。古いよ、古い。うふんって何よ。くしくも、くしくもこの2票が同じ理由でした。はい、え、何何？なんと理由が少ないからかわいそう。ということで、今回はレオコのボロ負けでございます。いらねえよ、そんな2票。罰ゲームとして、罰ゲームあるんだ。最後セクシーポーズを、ね、セクシーポーズめちゃめちゃ笑ってるじゃないですか。この何もない雑なところで、この何もない雑なところで、なんか教えてください。私まだセクシーを分かってない。分かんないけど、せっかくだから肩を今日出してるから、はい、衣装を使った方がいいと思うんです。なるほど、なるほど。いや、私さっきちょっと思ったのが、大胸もいいんだけど、お尻もすごくよくて、でもこのポシェットついてるんだよ。マイクの、まあ、いいかな。これはまあいいとしましょう。でもこのお尻と、はい、もうちょっとこう、なんかプロのプロ、なんかいい感じになってきた、いい感じになってきた。寄せながら、ここちょっと引っ張る。あ、すごい。あ、いい感じになってきた。わかります。このライン、これきついですよ。そう、きついの。グラビア、きついの。おしっこ我慢してる。きつい。すごい。おしっこ我慢してんじゃないの。こう上上げたから、こう目線だけカメラで。無理です。あ、いいよ、いいよ、いいよ。じゃあ、こっち見て、こっち見て、こっち、こっち。そうプルプルしてるけど、なんかそうそうそう、いいですよ。いいよ。じゃあ、そのポーズで2票くれた人にメッセージお願いします。ほら、古いじゃん。終わりたいと思います。また来週も見てください。おやすみなさい。えい、カモン。いきなりだ。あ、意外と乗れた。あ、いきなりだ。結構いいよ。え、めっちゃいいだ。